皆さんこんにちは西安防災部ですいつもご視聴いただきありがとうございますあなたとコンビニ三峡ダムこのチャンネルではほぼ毎日中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを取り上げています短い動画ではありますがお付き合いのほどよろしくお願いします10月19日マスコミでは全く伝えられない中国三峡ダムの元凶です 水位光水利委員会によると朝10時の時点で水位は1 7 3 5 1メートルとなっています昨日と比べて3 0センチ近くの上昇ですニシアンチャンネルです。ダムデータによると三峡ダムではじわじわ水位が上昇しています流入量は低い水準なものの放流量をさらに絞っているための上げと思われます直近では少しだけ流入が増えていますね 測ったように水位の上昇はほぼ直線となっていますいわゆる計算通りといったところでしょうか三峡ダムの上流に位置する寸端観測所のデータを見てみます流入量の方は下げ止まりで一定を保っていましたが少しだけ上昇しました今後上流で強めの雨があるかもしれないので増水する可能性はあります 午前3時の時点で見ると、上流の観測所での流入は、毎秒17000立方メートル。三峡ダムも、毎秒21000立方メートルです。このため、ダムの直近と南の川からの流入の合計は、毎秒4000立方メートルと推測されます。上流の観測所からの流入は少し減っています。西安チャンネルです。 今年の8月30日、三峡ダムの発電施設がフル稼働した、と報道がありました。その時の放流量は、毎秒3万立方メートル前後でした。今朝の放流量を見ると、毎秒1万9600立方メートルとなっています。このため、65%程度の発電状況ではないかと推測されます。さて、昨日。 視聴者さんからのコメントで、重慶で停電が発生しているようだ、という情報をいただきました。観測所のデータ欠損も関係しているのかもしれません。ただ、気になったので、現地在住の視聴者さんにも、こっそり質問したところ、今のところ問題ないです、という回答をいただきました。ということで、三峡ダムで停電となった時の場合について、少し見てみます。 三峡ダムの水力発電は全部で34基のタービンで行われているようです左岸24基右岸22基そして山の中に8基のタービンがあるようですもともとの計画では左岸と右岸の合計26基が計画されていましたが後から8基が追加された模様一際目立つのが5万キロワットのタービン2基です 単体だけでも、相当なものだと思われますが、これは、電源喪失した時の補助電源用なのではないかと思っています。1系、2系の2系統で、両アクティブじゃないかと推測しています。東日本大震災では、電気を作っているはずの原発で、電源喪失という苦い教訓がありました。他のダムがどのような運用になっているかは分かりませんが、万が一の時のための設備かもしれません。 左岸の14回線、右岸と山の中の18回線が、2系統で、はるか遠くの、上海あたりに送電されるようです。ダムの貯水側で見ると、水位は、このあたりではないかと思われます。9日から、貯水側の現地カメラの配信が停止しています。復活に期待したいところです。ウィンディーで確認します。 三峡ダムの周辺と上流ではうっすら長江の流域に雨雲が広がる感じですそして内陸部から沿岸部にかけて広い範囲で雲がかかりそう特に長江の最上流でまとまった雨が降るかもしれませんその後は全体的に晴れが続きそうです日本列島では今朝は東海から関東で雨が降ったようですね今後日本海側ではぐずついた天気になるかもしれません かかかななり先の話ですす。が、が来週にには赤いい雨雲が日本にかかる予想となっていますダムの上にあるクレーンは相互乗り入れ不可である件。おなじみのこの映像ダムの上にはクレーンが設置されています放流施設のところに3基左右の発電施設のところにそれぞれ2基 さらに山の中の発電施設用の取水口のところに1機。他にも小さなクレーンがあるようですクレーンの役割はダムの水を放水するときにゲートを上げ下げすることにありますそれぞれ左右に移動してゲートの調整をすることになるかと思いますが矢印で示した部分は移動できないのをご存知でしょうかグーグルマップを改めて見てみると放流施設と発電施設の境目ではレール幅が違うことがわかります よよく見見ると、車止めののうなものも見えます。ですからお互いに移動することはできないのではないかと思われますそもそも穴の数を見ればクレーンの機能も違うわけですから幅も違うということになるんでしょうね新幹線と在来線そんなイメージでしょうかいわば標準機と強機ですかねただ乗り入れできないとなった場合で例えば中央の3機のクレーンのうち 左の1機が8番ゲート付近で故障して立ち往生となったとき、そのクレーンより左の放流ゲートは操作できなくなります。残りのクレーンでゲートを開閉して運用することになるかと思います。これまで運用中、最大のゲート数は11本ですから、これでもまだ大丈夫かと思いますが、そもそも3機で回さないといけないのは辛いところです。クレーンは機械的に移動するわけですから、メンテは大事ですね。 ダムの設計上の最高水位、これは通常水位と呼ばれますが、三峡ダムの場合、175メートルになります。滑水期には11年連続で175メートルまで貯水しています。主な目的はダム完成後の研修になります。要するに、ダムが設計通りに貯水できて、不具合がないことを確認するということになります。2009年にダムが完成して11年。 洪水シーズンが終わった10月あたりから徐々に水位を上げていき175メートルまで貯水しています研修は2020年12月をもってすべて完了になったそうです三峡ダムのプチ情報を動画2本にまとめてみましたよろしければご覧くださいダムの建設で洪水は減ったのでしょうか結果的には依然として大洪水は発生しています 2020年は80年ぶりの大雨に始まり5度の大規模な洪水警報が発表され三峡ダムを通過していきました長年にわたる大洪水でダムへの負荷はさらに蓄積されているでしょう引き続き見守る必要はありそうです最後までご視聴いただきありがとうございますご興味がありましたらチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると幸いです こっそりメンバーシップも始めてみました。それでは次の動画でまた。